はい、こんにちは、ペイです。よろしくお願いいたします。今日の動画は、明日夢予想、やっていきたいと思います。はい、明日のですね、9月22日の15時にイベント更新があるということで、今回は明日来るであろうイベントのですね、予想をしていきたいと思います。で、さらにですね、ドリームキャラバンのですね、キャラバンメダルを3万枚集めてまいりましたので、キャラバンボックス1000連もやっていきたいと思いますので、ぜひこの動画最後までご覧ください。でですね、この動画が少しでも面白かった、ためになったなと思った方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。では早速本題の方入っていきましょう。はい、では早速ですね、明日イベ予想に入っていきたいと思います。はい、ではまずですね、直近の3つのイベントを見ていって、明日何日間開催のイベントが来るのかをですね、予想していきたいと思います。まず9月6日の更新でローテーションチャレンジャーの覚醒のプロスピタワーで、9月12日の更新でコーダの達人で、9月15日の一番直近の更新でドリームキャラバンが今現在も開催されているというようなイベントの流れになっておりました。で、明日のですね、イベントを予想するにあたって、このですね、3600万ダウンロード記念10連福袋のですね、終了日時というのがね、かなり大事になってきております。昨日来たですね、ガチャ更新のガチャの終了日がですね、すべて9月27日の12時59分なんですね。まあ、なので、明日来るイベントのですね、終了日も9月27日の12時59分に終わる6日間開催のイベントと予想しております。はい。ですが、プロスピエースにはですね、6日間開催のイベントがないということで、7日間イベントが6日間のね、ちょっと期間圧縮した感じで出てくるんじゃないかなと予想しております。で、次にですね、約3ヶ月間の間に来ていた7日間イベントのイベントスケジュールというものをですね、見ていきたいと思います。はい。5月31日の更新で俺の球場飯、6月6日の更新でドリームキャラバン、6月16日の更新でプロスピ交流戦、7月8日の更新でプロスピラビリンス、7月13日の更新でエージェントエース、7月20日の更新でホームランダービー、8月5日の更新でスターロード、8月12日の更新でプロスピコロシアム、8月25日の更新でプロスピ妖怪道、で、最後のですね、9月15日の更新でドリームキャラバンというような順番で7日間イベントが開催されておりました。で、このプロスピエースはですね、前回開催からの登場スパンが空いているイベントがですね、基本的には登場するような形になりますので、それも踏まえてした明日のですね、イベント予想が、本命予想として俺の球場飯、対抗予想でプロスピラビリンス、大穴予想でエージェントエースとさせていただきます。はい、特にですね、前回更新が5月31日のですね、俺の球場飯の登場の可能性はかなり高いんじゃないかなと思っております。はい、このね、OB 開催前の俺の球場飯はね、かなりやる価値高いイベントだと思いますので、明日イベント更新来た際にですね、またイベント攻略、詳しいイベント攻略を上げようと思いますので、ぜひ気になる方はですね、チャンネル登録してお待ちいただけたらなと思います。はい。では、ここからはですね、キャラバンボックス1000連やっていきたいと思います。はい。厳密に言うとね、1030連ぐらいできるんですが、この今あるね、31105メダルをですね、一気にこの動画で引いていきたいと思います。で、このキャラバンメダルはいつ引くべきなのかなんですが、このキャラバンボックスはですね、9月25日の14時59分までは開封可能なんですが、まあね、そこで沼ったりする可能性もかなり高いので、まあすぐね、このキャラバンメダルはね、イベント開催期間中には引き切った方がいいのかなと思っております。はい、ではね、早速引いていきたいと思うんですが、皆さんどうですかね、ドリームキャラバン走られてますでしょうか。自分はね、自動半分、自走車半分ぐらいの割合で走ってたんですが、まあ大体ね、消費エナジーとしては300エナジーぐらいでこの3万メダル集められたので、まあエナジーバック率にもね、かなり注目してこのキャラバンボックス回していきたいと思います。で、キャラバンボックスのね、リセットタイミングなんですが、まあ S ランク 30% 契約書が出たら即リセットなんですが、まあ自分的にはね、30連までに A ランク契約書が出たらリセットするようにしてますね。まあ案の定出ませんでしたね。さあな、エナジーは美味しい。4エナジーは美味しい。とりあえずね、1枚目まではお送りしたいかなと思います。いや、1エナは渋いぞ。さあ、頼む。いや、幸先よく出てほしいね。とりあえず A ランク契約書でもいいからね、その A ランク1等か2等が欲しいですね。いやー、渋いぞ。さ
さあやばい、1枚目から壮絶な沼り散らかしてる。さあやばいやばい、先が見えない。さあやばいぞ、 A も出ない、もう契約書が出ない。お、来た来た来た、来い。 A か、まあ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 、いやそろそろ S30 でいい、そろそろ S30 でいいぞ。よし来い、 S30 来い。よーしよ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 し、やっとやっと、もう1枚目から沼る。もうさすがの一言ですね。で S30 出たらもう即リセットしましょう。で2枚目はねすぐ来るでしょ。やばい、見どころがなさすぎる。頼む、そろそろ来い。よーしよ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 し、やっと2枚目できました。いやー、カンスト寸前、残り5個。いやそんなことあるか。もう7705枚で2枚当てます。はい、 S ランク 30% を2枚ぶち抜きたいと思います。で盤面1回整えよう。1回落ち着いて1回アイテム見ようか。アイテム見てキャラバンボックス戻って、最後い。わはー、今来たと思った、今来たと思ったな。さあ頼むぞ、 A か。おー、まあまあまあ30連以内で A 出たんで、ちょっとリセットします。これはさあ、このリセットが吉と出るか凶と出るか。おっと、凶と出てるのか。これは凶と出そうだ。頼むぞ。いやー、はい、早めのね、早めのパブロン、早めの S ランク。おっと、 A の調子がいいな、 A の調子がいい。30連目なんで、もう一回リセットします。もう一回リセット。リセット後の1回目めちゃくちゃ調子悪いな。さあ頼むぞ。さあ来た来た、30連目が激アツ。おっと、エナジー6は熱いな、それは熱い。頼むぞ。さあ来そう。来なかった。さあ、あと805枚ということで、あと20連ですね。さあ頼む、お願いします。かあ、1エナジーってどういうこと、マジで。さあ最後の10連ですね。ここに望みをつなぐ。 S30% は来ない。はい、ということでドリームキャラバンのね、キャラバンボックス1030連かなしていったんですが、そこのねエナジーバック率だけちょっと見ていこうかなと思います。さあどうだ、193か。まあだいたい100エナジーぐらい使っ、実質100エナジーぐらい使って、 A ランク契約書が7枚と、S ランク 30% 契約書が2枚かな。はい、当てることできました。まあね、沼りまくりましたね、今回も。今回も案の定沼りまくりました。まあ、ということで、この A ランク契約書は全部引こうかなと思います。はい、ボックスにあった A ランク契約書、ちょうど10枚あったんで、この10枚引いて、この動画を終わりにしたいと思います。いや、本当にドリームキャラバンのキャラバンボックス、自分自身の引きに、もう逆にびっくりしてますね。皆さんのね、神引き報告とかも、ぜひね、コメントで教えていただけたらなと思います。さあ、スキップしようかな。さあ、A ランクでね、なんなら神引きしたいですね。さあ、中島さんが欲しい。巨人の中島さんが欲しい。さあ、来るのか？石山さん。堀江さん。お、堀江さん嬉しいな。お、田島さん。おー、ナイス。それはナイス。おー、孫チャーホー投手ね。おー、渡るさんね。はい、ではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、明日のイベントはですね、OB 第1弾最後のイベント更新になるかと思っていて、さらにね、明日のイベント次第で OB 第1弾の詳細も少しずつ分かってくるかなと思いますので、イベント更新をね、楽しみに待ちたいと思います。はい、でですね、この動画が少しでも面白かった、ためになった、爆死ナイスと思った方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンで応援のほどしていただきますと、動画制作のモチベーションにかなりつながってきますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価ボタンで応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。